さあ食べようか、はい、いただきます。うわさあ初めてちゃう、うまっ、うん、まあ他人やんちょっと今日おらんけど、そうやね、メンバーで飯を食うっていう、うん、うまや。ポンちゃんの頭ナポリタンの頃ごめんな、それさ俺しようと思った、誰もバレへん、こうやってしようと思った。もうちょっとだけ皿あげてもええんちゃう、うん、だから、だから持ってくるわ、うん、あ、うまっしょ。いや、俺も欲しいな、うん、多いよ、飲むと、俺とは持っちゃうよ。だらだら質問いっぱい来てるんで、うん、なんだかんだ、え、なんだかんだちょっといろいろさ、うん、やってきて、コントンさんはメンバーなんですかとかさ、なんでコンちゃんを入れたんですかとかさ、メンバーに、そういう汚しですよね、全然いいよ、その汚し方や、汚し方育ち方や、育ち方どう育ってる日本で育ったありがとう、まあ、コンちゃんは2年前、もう3年前やな、3年前にちょっと知り合いの方から紹介してもらってさ、まあ、そのまま大阪に住み着きで、僕のお店で働きつつ、まあ、動画も手伝ってくれるようになったと、うん、そうそうの感じですね。まだその時京都で撮影してたもんな、なあ、確かに京都に行ってた、京都一緒に行ってたわ、でもノブ団地みたいな、ノブも一緒ぐらい、3年も3年ですけど、僕の時はもう大阪でバーッと出してたな、そうそうそう、はい、いや、いろんな質問、うん、決めます、どうなる、はい、コントンさんの彼女のニュースはほんまですか、うん、そうです、あれほんまな、一応ほんまなんす、俺はうっせぇ思ってる、うん、あ、ここだけの話にしたくないから、普通に暴露するけどさ、うん、あの人らさ、うん、あのアイドルの人らうちの店いきなり来たやん、うんうん、生配信しだしたやん、うん、くんとんさんの時起きましたみたいな、うん、まずそこはってなったわけ、うんうんうん、お客さんもいんのに、で、まあ、ルーは怒ってんな、そこの社長さん、社長さんにぶち切れて、うん、今すぐ辞めさせて生配信して、うんうん、でそこから5分も経ったうちに帰らはったな、うん、金払わんと、えぐ、そう、出てたんですか、うん、そのまま、何も飲んでへんからかな、意味分からん、セットぐらい払えへんから、今これ出して、いや、ほんまに俺ちょっと言ったのかもだもんな、うん、ねさ、俺ちょっと引っ掛けてさ、うん、引っ掛けて言うてんな、うん、これ付き合ってニュースになったんやったら別れた時もニュースになりますねっつったら、うんうん、それめちゃくちゃありですねって言ってたやんな、自分の彼女、うん、の付き合う前かな、彼女だと言ってる子アベマ、アベマ TV 出てたんだっけあの1回だけ行為は行ったんやんな、はい、一回だけしてんな、はい、ただもうその社長さ、体打ってこい言うてるのね、うん、根本に一回抱かれろ、うん、だけの話やん、折れたいんだろ、やばっ、そっから全然連絡取ってんやん、ほぼ来日なんて言ってましたよ、そうやね、来日なんとかやばない、ゲームやもんなじゃあ最初らへんに、うん、LINE 知りたいっすっていうのを何回か言ったんですよ、うん、そしたら、うん、その一緒におったプロデューサーとかから、うん、一応アイドルだからって言われて、でもやってこいみたいな、理解してんねん、あんな大々にデビューしたって、わざとやろ、すごっ、このプロデューサーすごいな、うん、あ、今大変やで、あ、開いてないってことだ、外してしまう、え、これあんたね、俺持ってきてる、あれ持ってきてないの、あの途中でカルピスみんないる、これ、これ、どうじゃない、あ、買ってきたんですか、僕は向こう側なんですよ、大丈夫です、おう、あ、僕大丈夫、こっちです、はい、あ、ある、これ、あんた、あ、まあ、その質問に関しては、嘘と、うん、嘘なんやね、と思ってるだけ、うん、で、俺らサイド、そうかな、はい、うん、仕事半端やな、しかも、うん、なんかちゃんとシナリオ作ってさ、どうしてもの落ちまでやったらよかったけど、まんまなんかも、うん、
今後の活動については、うん、分からん。もう瞑想してるな。確実に瞑想してます。してるね。うん。まあ、TikTok の配信とか。今は生配信と TikTok をみんなここにバズらしてるっていう。うん、この人らメンバーやったってなるんやと思うんだけど。うん、ここにやってる感じ。まあでも YouTube でこういうふうにみんなでこう再生がどうであれ。メンバーですよっていう。あ、そうそう、これも。うん。ただなんかみんな会社は別ですみたいな感じやんな。確かにそうですね。わかる、なんかそのレペゼンさんみたいにこう誰かが脱退したとか、はい、そういうなんではなく、はい、みんなお互い会社とか仕事はちゃんと別々にあって、うん、動画の時に集まってるみたいなのが一番。今マジそれやな。で、ここぐらいかな、会社というか給料を一緒にこう。あ、そうやね。うん。こう。この3人、うん、ただやってることはまずちゃうから、うん、ただもうほんまにリートも撮影の時と生配信の時の時によう喋る、うんうんうん、だから会社って言ったらそうかな、うんうん、そうやな、そう、同じ会社で働いてる3人、うん、で、まあ一緒やけどこれも、まあ、ノブも手伝いに来るしノブはでもノブで会社だけど YouTube の社会人ですけど、まあ、大物の人と比べたらかけど前から言ってるけどさ、もう千葉にあるさ、うん、まあ行ってしまったフミヤ、行ってしまったよ、まあ、俺らのところから去っていったフミヤ、はいはい、でレペゼンさんでもあれ全部レペゼン地球やんか、うん、なんかみんなからしたら、ね、もう仲間 JP さん もそもそもはっていうとこあるやんか、うん、そんな感じやけど、もういいやん、レペゼンで、レカジでやろうぜ、みたいな感じだもんな、うん、まあ、こう、2、3、5、ちょうどそうやね、そうやな、で、もっちゃんが、で、谷庵がカメラマンでいるんで、こうやって、谷庵がカメラマンでいる、こんな感じか、はい、うん、そうですね、まあ、こんな感じ、今後の活動は、僕らはまずドッキリ系はしないって決めてるんですよ、はいはい、うん、もう緩やかな YouTube はで何か当たるものがあったらやっていこうって感じなんですけど、うん、まあそもそもがあの何ぼったくりバーから始まってるから、一番最初に一番最初にやったのがぼったくりバーで片言 で、うん、でそれを TikTok でやったらそれが伸びてそれをまだ YouTube に戻してるから多分 TikTok スタートになると思う、はいはい、TikTok で誰か伸びたやつを全員でやるみたいな、うん、で YouTube でもう伸びたらおもろいやろな、あーって感じでよくな、こうちゃん、うん、ったよ、本当はどうしたいの、もう今度の話はもう長野の夢はなんか沖縄でドームに家族を呼んでとか、うん、それはもう別にもういいねんなもう前から言うとるし、うん、あのアベマ TV の慣れ初めの話してる嘘の嘘ついてるって知ってんのに俺真面目に笑って見てたわ正直に言っていいですか、何もう別れたい別れてんねんって、いやもう向こうなんかないないないか始まってもない、あ、始まってない、始まってもない、宗教バチは本物ですか、エンタメです、はいはい、すいませんでした、謝ることでもないんですけど今度と思って言っていただければ嬉しいですね、うん、そう、みんな分かってる、今度コントでやってるけどね、エンタメがコントで分かってると思う、徐々言ってるんです、徐々、はい、コントです、あとは彼女はいますか、いません、僕はいます、いません、あ、います、嫁がいます俺はどう答えたらいい、お前いいねん、始まってもいい、始まってええねんピー出すぞピー出すぞみんなの収入はどれぐらいですか、先月でいいですか、うん、ゆえには言ったら年収でいこうよ、もう年収 で金額で言うのやらしいし、確かに去年の確定申告、今年の確定申告、資格申告とかね、確定申告ってさ、節税してるやん、はい、はい、します、節税やね、はい、年商でいいじゃん、年商とか言うの、そうでいい、そうでいい、年商な、年商、
ギリギリゲレンデ改編ぐらい。あ、年少でも新型じゃない方です。週じゃないもんな。はい、年少やと、うん、だからちょうど4桁はいくやろって。あ、よ、うん、4桁いくかなって。俺は年少っていうか撮影のこんなん全部俺払ってりゃ、はいはい、言い方悪いけど、はい、だから年少よ。年少でいくと俺は、うん、もうほんまに、うん、どうやろう、安いマンション買えるぐらいかな。うん、多分年少でいくんやったら。そう、年少やったな、うん、俺もそう言うけど。年少ってなんですか。まあ君は気にしなくていいよ。君はもう何も気にしなくていい。君は気にしなくていいよ。お前は年収にしかならないから。カードも必要でしょ。うん、いコンカフェも必要でしょ。うん、じゃあ年収だけ。一ヶ月で大体だってこんちゃん30万稼いでたんだから。それは稼いでる。うん、まあ案件にもより距離やけど。だから年収で言うたらこんちゃん360万ぐらいじゃん。まあね、普通の普通の、うん、普通の24歳やったら。うん、十分十分じゃない。ただこんちゃんの知名度があるのに、うん、もったいないとは言われるけど、はい、それはやり方やね、うん、やり方っていうか案件がやっぱりみんな、なんかもうめっちゃ安で叩かれるから、うん、なんか勝手に返事しよるし、うん、そうそうそう、そうなんか、え、何の仕事それっつって、え、いくらで受けたみたいな。1万円ですみたいな。ほんまにそうだな。ほんまにそうだな。今お前日雇いかと思って。日雇いやねん。いや、さすが。いや、ご飯食べさせてもらって、いろいろ連れてってもらって。で、いや、だから、ね、やられとるやん、今日お前。やられてる。買い直されてるやん。買い直されてるやん。そうなんですか。まあまあ、そんなもんか。他からの質問はあったのあるですか。今あるでしょ。メンバー仲いいですか。仲いいよ。めっちゃ仲いいな。うん、だから喧嘩して揉めて解散とか絶対ありえん、うん、もう十何年まず働いてたし、うん、一緒に、はい、ここは特にここも怒るとき怒るし、はい、言うとき言うもんな、うん、そうね。まあでも言ったら僕もコーチも3年ですから、ね、3年もいるし、確かに。いや、そうだ、すごいな、うん、そう思うと俺か勝つ、俺とノブ君でも多分何9歳差、34になる年、こんちゃん25か、9歳差なんで、うん、だからね、だからほんまに何やった今の会話、何やってんの、出会ってなって話をしてる。でもそんなもんちゃう。だ、大事なのは活動、これからそのほらさ、よそさんはさ、うん、誰かが誰かが仲悪くて解散とかさ、方向性の違いがあって解散とかさ、うん、あるけど、でもチームとして一つの目標にやってるからね。 そうだよね、何を目標にするかを決めんとちょっとやだよな。うん、だよね。うん、24年下半期どうしますっていう話です。お前の話君には関係ない。お前はちょっとあったのかな、かやな。あれ、ここ仲悪い。僕でもこれ愛情やと思ったんですよ。ここ根本金でもちょっと直らなくなる。憎しみが憎しみが。でもコンとかそっち系かな、うんうん、なんかその、まあ、知り合いの友達の YouTuber さんとか絶対もうブレずにまたドッキリに戻ったりさ、うん、何年か、うん、そうそうそう、ね、でドキュメント系とかやからさ、うん、まあ、俺らはやっぱりあれ撃退系でやらなかった、ね、撃退系コントやね、うん、コントでコントとパロディをずっとしようかなと思ってます。もうちょっとな、うん、もうちょっとこう狙うと、うん、これからマジで鬼のパロディしたのかなって。完コピーする、俺 TikTok で大体そうやん、中国の駄菓子屋さんコピーとか、うん、だよね。でもそのタスクさんみたいに買うまではコピーしんやん、こう塗ったりとか、うん、じゃなくて YouTuber さん自体を丸っぷくりして角度とか、うん、しかもちょっと怪しい系の、はいはいはい、とかをパロディこれからどんどんして、うん、それにみんな出てもらうっていうのもあるかな、はい、ある撃退をするっていうので、ね、やっていきたいなと思います。今度考えてほしいな、ちょっと。あ、そうですね、うん、あ、任せてください、それは。お前、知らんうちに全部食ってもらってや。めっちゃお腹すいてるな。よう食べるでしょ。だからこの座り位置の時にすぐにお前の隣にコントいた時にこいつほんま食いじゃってなんだもん。
一番食べやすい食べたいかいもうお腹減ってへんというのとかさっきはあの質問どうですか何かあるんですか、うん、適当でいいで多分こんなこと聞かれるやん生配信の時でもよく言われることでもいいじゃんタトゥーなんで入れたんですか？ああ、逆にタトゥー入れないんですかって、ね、ああ、確かにもっちゃん、ね、逆に俺らは中学ぐらいの時から自分らでちょっといたずらでやっちゃってたもん消えると思ってああ、なるほどね でそれをが大きすぎて、うん、ダサすぎて、うん、カバー、言ったタングトップが流行った世代やねん、はいはいはい、タングトップも恥ずかしくて切れへんぐらい恥ずかしかったさ、ねうん、隠すのに上からもう消すんやったらもう上から入れようってなっちゃってあなるほどほらそれが増殖していって、はい、で最近はあの悪霊にやられた戦ったあのマルナーチャンネルさんのおかげで退治してる時に右腕はやられたコメントで書いてくれるのめっちゃこの方の右腕はどうされたんですかってコメントで黒竜は黒竜が打てるんですとかいうコメントですはいはいそうかそうね何個は入れへんの俺は今ちょっと会社の顧問してるからちょっと無理かなあーそうやなそれは絶対そうやな変ねえな前入れてないのなんで今、まあ、確かに茶色さもなんていうのもうバズいざこうレベゼンさんみたいにもうさタトゥー入ってた当たり前みたいなさ、うん、俺ですらもさ久々見たらタトゥー入れてるって言われてんけど、うんはい、え前から入ってたよって感じだった、うんうん、出してないだけそうもう5年前なんやったらもうインターホン一番最初あばちゃんって言ってる時から、うん、ここまでは全身入ってたよってうんそうやね、うん、ここまでは、うん、こっから全部入ってたよって、うんね、それだけですね、うん、俺もずっと入ってるうるさん昔よりは今の方が多分出る率は高いから、うん、昔出てなかっためっちゃもうなんてこれ脱いでも服着てるやんどっちがある意味 あと真面目側の人たちですあちゃんと変な、はい、それはそこだけは、はいはい、お願いしますまあ、そのほうか飲むんじゃん、うん、食べ終わったしみんなか、うんもうそんなんで、もちろん頑張りたいね。はい、はいはい、頑張りましょう。これからも頑張っていくんでね、はい。はい、よろしくお願いします。はい、また質問あったらいろいろ送ってください。はい、お願いします。ありがとうございます。高評価とチャンネル登録お願いします。素晴らしい。英語でたい。最後にだけいいこと。さあ行くや。よっしゃ、ありがとうございました。おやろ。やろ。乾杯。子供の頃の気持ちを忘れずに好奇心のままに飛び出すのさ見た目は大人